どうも、はじま教授です。俺最近歯磨きめっちゃ時間かけるんですけど、何時間くらい、まあ何時間もかけません、何分くらい俺歯磨きしてんのかなと思って歯磨きすることにしました。でもね、なんか糸デンタルフロスってやつがね、あれあんま俺あれ得意じゃないんですけど、あれがないと歯磨きしてる意味ないらしいんですよね。あれをしてからの歯磨きっていうのはしなきゃいけないらしくて、ということで今日は歯磨いていこうと思う。ちょっと今日は下品にやるから、どうしようかな、多分だいぶ下品だと思う。白素とかがみんな見えちゃったらごめんね。うん、こうすりゃいいのかな、こう、こっちでさ、あ、これでいいな。デンタルフロスの時はこっちでさ、こうやってさ、こうやって、まあ、みんな見えない、なんで見えないことしようとするんだろう。何のために YouTube やってんの、 YouTube やってんだろうね、怖っ。今日はね、いつもなら歯磨きするとき時間かかるんで、一個ね、歯ブラシの工程をね、逃がしてるんですよ。逃がす？何それ、うん、お前が逃げてんだろ。ごもっとも、歯磨き3種類、あ、このなんか誰かがやってたんですよ。もうなんかね、あの歯磨きしてなかった時の歯茎はこちらみたいな画像を載っけすぎて、多分バンされたね、歯磨き得意な人がいるんですけど、歯磨きについてね、やってくれてる人がいるんで、俺その人のおかげでいろいろ買ってるんですよね。うん、でなんかね、工程はね、あんま全然正しくないです。適当に自分なりの解釈を混ぜたやつで、なんか最初これでやるんです。一番柔らかいやつ、特に柔らかいみたいな、超柔らかい、なんだっけな、すごく柔らかめみたいなね、プレミアム歯ブラシみたいので、なんかチェックアップってやつはなんかね、このジェルコートってやつがいいらしくて、でそれのね、ジェルコートって本当にいいのかなって言ったらレビュー見たら、レビューって言って、でレビューってなんかチェックアップと一緒に使ってますって言って、あ、チェックアップいいんだって言ってチェックアップ買いましたけど、チェックアップ高いね。やっぱなんか俺が買うもん全部高いよ、ふざけんなよ。まあお母さんのお金からまあ取ってるんで、キモ、全部キモいな、やってることもさ、顔も声もキモいって言ったら自己肯定感が崩れてしまう。でまあこれでまず普通にチェックアップでやって、でこれで、チェックアップで磨いて、でこれで仕上げをして、でこれでコーティングするっていうのをやってて、あとね、まあ、舌も磨きます。ここ舌磨くシーンがあるんで、だいぶ汚いね。ねえ、おし、舌磨くシーン、こうしとくか。で舌磨くんで、隠します。ウィーン、そんなギャグ通用しないからな、ね、絶対誰も笑ってくれないのにさ、そんなふざけ方して、自分も絶対そんなじゃ笑わないじゃん。ウィーンなんか言って、そんなつまんないことすんなよって言って笑いをするんですけど、うん、でみんなそんな思わないじゃん。いや、そんなつまらないことするなよとは思わない。いや、何キモ、変顔キモって終わりじゃん。俺はちょっと自分を正当化してるんや。つまらないことをするなって言ってちょっと笑っちゃう。何つまんないことしてるんだって。今日は雑談多め歯磨きということでね、いつも多分下手したら2時間くらいになっちゃうかもしれない。まあ、ここからは普通にしますけど。そうだね。あったかいやつで、四角紙に死にかけた。水の音で喋ってる声聞こえねえじゃん。いや、俺四角過敏で今ね、冷たい水を飲んでうがいしようとして死んじゃうところだった。口の中の四角過敏と冷たさで食事しかけた。お、あったかいの、あぶねえ。そんな死ん嫌だね。歯周病の次に嫌だね。歯周病を治すために死ぬってね、一番ダサいかもしれないな。ごめんね、見えてたらごめんね。
うわ、汚な。くちちちちぺって。世界で一番汚い動画だ。ツバ飛ばしてる音が一番汚いからな。ああ、涙、涙出る。歯磨き向いてないよな、これ。ここかな。いや、邪魔だからいいや。歯磨きますか。ここまでで6分。舌磨き、今舌磨いてました。で、チェックアップ。もうこういうの仕上げ用だったら、仕上げ用を延々と使ってたら嫌だな。時間見ちゃうとちょっと意識しちゃうよね。時間の流れをすごい感じちゃうからダメじゃない、時間なんて見たら。歯の磨き方すごい下手なんで時間かかっちゃうんですね。でも今の時点で7分かかってる、結構異常だな。主になんかこれはなんかね、歯茎をマッサージするらしい、柔らかいので。やりやすいですよ。なんか歯磨きしすぎてね、なんだろう、上と下分かんなかった。下前歯のね、歯茎あたりがめっちゃ痛くなった。でもなんかガリガリ君なんて存在しない。いや、存在した。ここはどこの平行世界にいんだよ俺は。ね、みんながみ、え、なんだろうな、知らんねえ。カバの喉うがい薬やったらね、結構治ったと思ったら全然治んないんだよね。4回くらいやってる、ね、やっと治った。4回っていうのはそのワンセット4回でも1回くらいやり続けてはないんだよね。2日空けてもう1回やったかな。なんでそんなことしてさあ、ねえ、詳しく伝えられるの。結構適当ですね、歯は。30分かけるくせに適当なんで、絶対やめた方がいいよね、そんなやつ歯磨き。一回よだれ出した方がいいかな。よだれって大変からよだれなんだよな、唾液なんだよな。こうやってしたかんだら大変なんだよな。めっちゃ効かんな。やっぱ歯磨きはこうかな。うわ、汚っ。口の中の唾液はね、よだれやっぱすごいと思っちゃうんだ。12345678910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 123456
さっきの写真ガーナクシー100点で、うちに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 写真怖っ。呪いじゃん。疲れた。もう10分で全然済んでねえよ。第一コートしか済んでねえ。そりゃ時間かかるわ。あっかよ。今日はね、すごい能年に会いますよ。この夜やったら親に怒られる。うるさいね、基本的に。腰が痛いな。ちょっと無理した。画面に映る。筋肉痛。もうね、運動しなすぎて。汚いわけないじゃん。俺のわけめっちゃ汚いよ。なんで今んだよ。いや、極道の娘さんから通知が届いた。通知は届かないな。もう終わった。終わってないけど。めっちゃ汚いな。もう一回やろう。ちょっと。今日はめっちゃ入念にやるな。今日ちょっとめっちゃ入念にやってみる。俺くらいしか歯磨きするやついないから。いるわ。ふざけんな。なんか外アメリカの人ってあんま口臭くないらしいね。やっぱ日本人らしい。オーラルケアの意識が低いの。で外人が言ってた。奥歯あたりを入念にコーティングみたいな感じだな。今ゴキブリさんが平気してくれたっぽいな。髪が好きだから、俺がもしさ社会人とか学生に戻ってさ、こんな歯磨きしてたら普通にめちゃくちゃ遅刻するだろうな。普通の生活通りやったって絶対遅刻するだろうな。こんな歯磨きしてたら怖っ。なんか行く前の3時間くらい前に起きなきゃダメだ。なぜ？あ、歯の裏やるの忘れた。歯の裏あ、めっちゃ時間かかんじゃん歯磨き。歯がもうやりすぎじゃない？あ、腰痛い。やば、痩せなきゃマジでやめよ。こんな歯磨くやついる？こんな変な歯磨くやついる？
なんかもう妖怪じゃんね。少ない量で良かったのに、なんかね、水が少ない量でもいいらしいんですよ。今湯すぎすぎた。これでようやく、まあ、第一工程が終了した。うん、歯がまだザラザラしますね。でこいつよ、硬さが普通なんで、これでも俺にとってめっちゃ狂気。うん、めっちゃ痛いんで歯のみがね、重点的に。いや、早く歯間ブラシあいつ欲しいな。すごい時間かけてでも全部の歯のさ隙間を取りたいよね。うん、でもさ、あれって どうやってやるの。一本の歯でさ、一本の糸で全部できるの。歯キュピン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 ってできるの。だいぶ多めにやったけど、何をやってんだろうな俺は。ちょっと歯磨き粉つけすぎたかな。こっちから始まるな、ね、絶対すぐこっち来ちゃうよ。絶対売れてするよ、こんなやつと。
なんか。めっちゃ血出た。歯全然磨いてないんでめっちゃ血出るんですよね。またゆすぎすぎた。腹立つな。全然歯がザラザラだ。いや、綺麗になりすぎてツルツルにならないんだろうな。
今だいぶツルツルになったな。疲れるな。あ、いてててて。いって。いや、めっちゃ痛っ。めっちゃ背中痛かった。じゃじゃーん。下痢？痛え、腰痛いな。やっぱマジで痩せなきゃな。わ、下行け下行け。
うわ、うかっかっかっ、いって、おお、いて、これで終わりでいいんかな、なんか、まあこれで終わりでいいかな。で最後なんかいつもモンダミンやるんだけど、まあおしまい。